織田信長です。ルイージマンション 2HD の実況プレイをやっていきたいと思います。ほいさー、やってきました。前回ここの地獄クロック工場の中に行って、ミイラくんとあのミミミちゃんみたいな敵に鍵を奪われたんだよね、時計の針をね。ではやっていきましょう。時計の針を奪ったお化けが逃げ込んだ場所、わかったぞーい。古代種じゃな、年を取った分お化けパワーが随分強くなっているようじゃわーい。わしの研究のため捕まえてきてねー。オッケー、沸かせて博士。地下遺跡から飛び出した。発着場にいる。びっくりマークのところにじゃあ行くねー。今度こそ時計のパーツを取り戻すのじゃー。気をつけるんじゃぞ。ありがとう。よし、じゃあ博士行ってきまーす。あ、今日は中スタートだね。とりあえずガサガサ。なんだこれ。おえー、なに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 。雲がいっぱいいるね。もうまっすぐ行けばいいのかな。なんかありそうだったけどねー。ピカピカライトもしっかり使って。お？なになに博士？イエロー。発着所に着いたようじゃな。北側。2階から。ああ、なるほど。ここがこうやって行けないっていうことだから、1階戻ってねってことだね。ほう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 。この辺もなんもないな。オッケー、じゃあ戻ろう。ここ上上がるとこあったもんね。ぐるぐるー。よし、この上から行って行くって感じでいいのかな。お、飛んだ飛んだ。よし、じゃあこっち行きましょう。声が聞こえる？これ何？寝てるね。お、これの絨毯引っ張ったら、なんだ？これが出たけど何なんだろう。もっと先行っていいのかな。あ、行けるじゃん。渡るしかない。あ、イミミちゃんだ。ミミミミミミ。お、博士、ここ渡るの？鉄骨を渡るときのコツ。茶色センサーでバランス。ほう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 。ひょえー。ひょえー。怖すぎー。よし、渡れたぞーい。掃除もしっかりしていく。何もなさそうかな。ここ覗けるね。今日なんか普通に無言プレイでなんか楽しんでるゲーム。口数が少ないね。もし何もなさそうだね。
うえクマいなくなった。声がでかくなってきてるね。イミミちゃんの声がでかいぞ。お、テレサと鍵。うわー、テレサの声かわいいよね、好きなんだよね。いけなさそうだね。なんか転がってきたよ。いた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 。あ、いるじゃん。いるじゃん、お化けさん。やっぱお化けの声聞こえてたもんね。スポン。お、もう一匹いるね。終わり？まだいるね。おーい。オッケー。おっと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 。これで終わりかな？オッケーオッケー。何もないかな。上気になるね。うわ、つい。熱々だったね。よしよし。あ、上にお金あるけど取れるかな。お、落ちてくるぞー。お金だお金だ。よしよし。これいけるのかな。進めてなくない。あ、こっちに行くのか。はい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 。なんかピカピカライトで出せるものとかないね。あ、赤くんだ。よしよしよし。パワーアップした掃除機を見せてやろう。まだいる？お、赤くん。よしよし。赤くんも優秀。あ、ごめんごめんごめん。最後まで吸えてなかったね。これもいけないもんね。あ、そういうことか。オッケーオッケーオッケー。いけたよーん。お金お金ー。よしよし。この辺も何もないかな。上行けなくない？あ、これで爆破したらあっちが行けるんじゃない？おー、ひらめいた。こっちさっきのとこかな。こっちはまだ違うとこか。あ、見えないね。なんか回すものあるかな。お化けさんいるよ。これで、あ、これか。ピカピカライトか。今日ピカピカライト全然ないねって言ってたのにね。あったあった。よし、吸えた吸えた。オッケーオッケー。じゃあ逆回しして、これで霧が晴れた感じかな。おーし、綺麗になった。あ、だよねー。よし、二人とも吸うぞーい。あ、
テレサ、テレノシン、いざ勝負でござる。お、武将みたいな名前だね。ここちょっと狭いから簡単そうだね。カン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 。お、もうちょっとだね。ちょっとコインだけ取らして。危ない、何？あ、いた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 。オッケー、ポイーン。もうちょっとかな、あと1回かな。よし、最後だねー。吸って、いっけーい。で、あとはポンポンポーン。オッケー、よし、やりましたぞーい。で、これは奥行けるのかな。奥の右だね。オッケーオッケーオッケー。何何？お、ぽよん。で、鍵がゲットできると。よし、これでここの鍵をゲットしたら、次は行けてないところ。あ、ここの鍵か。これかな。オッケーオッケーオッケー。よし、じゃあ行きまーす。声しない、お化けたちの。あれ、お化けの声が聞こえるねー。お、お金ー。よしよしよし。なになに？お金だ！今日めちゃくちゃお金稼げるね。あ、そうか、ここが目的地だったもんね。ミミミちゃんだね。おお？コンコンコン。よえ、早いな。あ、あっち行った。どこ？お、ミミちゃんの倒し方むずいんだよね。いけたいけた。めちゃくちゃ体力あるね、ミミちゃん。お、一人じゃないのかな。あ、ピンクちゃんがいるんだね。お、ピンクちゃんだ。ピンクちゃんいっぱいいたよね。よし、あ、ここにいるね。うわ、ぐるぐる回されてる。やばいやばい。わおん。うえー。あ、また入っちゃった。あ、よかった。この辺でしょ。あ、これピンクちゃんか。よしよし。もう一人かな。危ない危ない危ない。爆弾飛んでくんのやめてほしいなー、怖すぎー。爆弾にご注意ください。いえいえ。
しれっとピンクちゃん吸収。よし。よし、ミミちゃんだけかな、あと。よし。あともうちょっとだ。オッケーオッケー、ミミーちゃん回収できた。これこっち行けないもんね、ぐるっと回らなきゃいけないのかな。あー、こういうこと、ここ引っ張ったの。もうずっとウロウロしちゃったよこういうポンコツ具合があるからね、私ね。よし、博士終わったよベースラボに戻るのじゃー。博士帰るよー。よーし、結構お金稼げたんじゃない。19分もかかってるよー。オッケーオッケさーて帰りますよ。まあ初見プレイなんてこんなうろ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 してわかんないわかんないってなるもんだよね。うんうんただいまー。お化けも手強かった。ミミミちゃん大変なんだよねこれじゃあ回収回収かな。時計の針もわしに見せるんじゃー。これこれゲットしたよ。長身じゃな。うんうん、じゃあ短身も見つけに行かなきゃいけないってことだよね。残りのパーツを探すいい方法を探せねばならぬ。うんうん、よし、じゃあこのまんま続けて取ろうかな。よし、追いかけっこじゃん。待っておったぞーい。他のパーツが見つかったのかと言いたいところじゃが。うんうん、レースラボのレーダーでは見つけられない。気になる反応。はいはい、操車場、工場の入り口じゃ。よし、じゃあ入り口のとこでウロウロしすればいいのかな。ゴーゴーカメラー、カカカカカカってなんかドナルドみたいな声聞こえないよし、じゃあ博士行ってくるぞウイカ結構っていうから結構うろうろしなきゃいけなくなるのかな。私のひらめきポイントが大事になりますね。うわ、帽子は？あ、後から来た大事な帽子だもんね。おお、あ、単身で遊んでんじゃない？あ、お化けもいるやん。お化けんと追いかけっこってこと？よえー、怒ってる。あいつを捕まえるぞ。よし、じゃあいつも通りパッチンして進んで、この辺の探索とかいらないかな。それでこっちに行ったよね。お、よし、まず一人。何 HP 無限ってなってるかない。なになになに、え、なんで緑くんって HP 一番あれなんじゃない。あ、なんかバリアみたいなの貼られてたんかな。シャリンシャリンシャリンみたいなこと言ってたもんね。一人だけ。何もない。
じゃあ右から行きますか。いるよね。いる声がする。いなくなった？もう追いかけてもいいのかな？なになになに？お化け、あ、テレさん！テレミラー！いたいたいた。これマックスで引っ張ったら結構パインパインパインってなるんじゃないの？そんなことないのかな？わかんないな。どこ行った？オッケーオッケー、いたいたいた。これで終わりかな。もうちょっと頑張れ。もうちょっとか。キラリーン。でーってしてるのかわいいよね。よし、じゃあ吸収吸収。またうろうろするか。あ、お化けのマーク。やっぱこっちには行ってるんだね。うろうろしてごめん。これ足跡なのかな？この辺調べたりもできないんだよね。あ、いるじゃん！お化け！あ、みどりくんも上に行ったかな？そう？こっちが上に上がるよね。もう一個前、向こう行って。ここから上がるよね。なんかちょこちょこ声がするんだよなぁ。ゲート、ゲート。何もなさそうだね。あー、金ピカの雲が出てた。あ、びっくりした。まだ捕まえれないのか。これ左行けるよね。どうだったっけ。グルグールで行くんだよね。危ない。で、こっち行ったってことでいいのかな？あ、暗いから絶対いるじゃん。お！なんかほら、バリアみたいなの張ってんだよねー。届かないよ。よしよし。みどりくんは捕まえれたけど、おばけんはどこにいるのかな？こっち行ったマークついてたね。よし、こっち行きましょう。おばけんが遊んでたのかな。この辺おばけんがいた足跡みたいなないね。いたー、おばけん。そろそろ返してー。これが幽族に追いかけっこってやつだね。お、行くぞ、ここ。煽ってんねー。こっちだよー、ルイージー。よしよし。やっとたどり着いたんだけど。とりあえず行き先はここしかないからこっちだね。ここだ。マークがあった。お化けマーク。何？ここで捕まえようよ、もう。みどりくんも捕まえれないの？あ、赤くんもいるの？赤くんちょっと邪魔だね。一
緒に掴みたいな。よし、痛いよ、痛い痛い痛い。え、ちょっと待って、本当に HP ないからやめて。危ない、うえうえ。マックスパワーで引っ張らなきゃいけないのかな。で、よし、オッケー。なんかそのまま吸い続けれそうな絵も、あのなんか動きだったよね。とりあえずおばけんはこっちに行ったので、おばけん待ってよ。また動いてんのか。いるね。ここは前回みたいなやり方でやったらいいのかな。よし、3つ出して、で、あ、爆破するんか。パチーン。この子たちかわいいよね、ちょっとよし、こっちに行ったらいいのかな。あ、お化けいるよ。ああ、右に行った。もう一回行くのかな、こっち。ああ、なになになに、翻弄されてる。これでおばけんに遊ばれてるよ。あー、いたよー。なんかね、すごいうろうろした。あー、ちっちゃった。で、ここにいるから、こっちでしょ。もう、おばけんに遊ばれてるよ。これ静かに近寄るんじゃない。あ、オッケー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 。もうちょっと、あ、いけた。すごい無言プレイこれで単身じゃないかな。博士、早く帰らして。ワンダフル、2回目じゃな1つ目のパーツをゲットしたからベースラボに戻ります。あー、よかった。ミッションコンプリート。めっちゃ時間かかってる。あ、星1じゃん、しかも。では博士帰りますぞ。あー、めっちゃ大変だったね。よしよし、帰ってきたよ。ただいま博士。時計のパーツ単身じゃったな。これこれ、グッと。お化けのやつ、これを、これは噛んでなかったようじゃの。硬いから噛めなかったのかな。まっすぐにするのは大変じゃからな。うん、お化け山の中身もね。お、またお化けに出てくんじゃない。あー、出てきたまた逃げられたね。やれやれ、お化けのやつめ、またもや逃げ出しおったか。まったく困ったもんじゃい。プロペラ、あ、そうか、まだあるのか。オッケー、じゃあ今回はここまでにしましょう。ルイージマンション2、いかがだったでしょうか。
またね、次はプロペラを探しに行くってところからやっていきましょう。チャンネル登録と高評価よかったらよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。織田信長でした。バイバイ。